じゃあ、今日は、フレンチトーストを作りたいと思います。はい、甘じょっぱくない。ただただ甘い。はい、甘い。フレンチトースト。いや、フレンチトーストたまにめっちゃ食べたくなるんすか。ですね。ね。キャンプの時とかよう食べたくなる。ああ、うん。俺もちょいちょいお店で食べます。なんけあそこなんとかコーヒー。米田コーヒー。星野コーヒー。そうそうそう。シロノワールは米田。そんなおしゃれなとこ行かんもん。スタバも行かん。そしたらまず液体作ろうかな。うん、液体ね。まあぶっちゃけ簡単やもんね。はい。こす。こす。はい。なんかのね、あのレシピとか見よったら、あの、なんだっけ、コーンスープにつけてる人もいた。でもコーンスープに浸すよりさ、普通にフレンチトーストとコーンスープがよかった。うん、確かにね。まずね。コーンスープのフレンチトーストはフレンチトーストじゃないかな。コーンスープトーストかな。コーンスープトーストだよね。卵を、はい、そしたら4つ、はい、割ってください。多分4つでよかろ。はい、これはもうカッカカーのカーでいいですかね。はい、もうカッカカーかもウィーンでもどっちでもいいですけど、じゃあもうカッカカーでめんどくさいって言ってカッカカーで、はい、で、まあめんどくさいって今子供さん言うたでしょ。はい、これパン全部浸して全部空気ですもんね。その量を、そうで、めんどくさいけ、うん、ホットプレートで全部まとめてやるから。いいね。それはいい。こしていいですか。あ、で牛乳ももう、あ、ここに入れちゃう。もうそこに入れちゃおう。はいはい。何 cc？ もう全部入れていいんじゃない？全 cc。全 cc。全 cc ね。まる牛乳で。なんか牛乳できたから。あなた牛乳。パンやろ多分。パンか。パン牛乳の人の。パン好きか。はい、牛乳は全 cc じゃ入れ。本当に全 cc？ 全 cc いいと思う。はい、残りの全 cc。これ何滴か入れとこ。バニラ。うん、それは必要。ポカロ？あの香りがね。ね。で、砂糖は、はい、たっぷり、うん、砂糖ガンガン入れちゃってよかった。ガンガン。じゃあこれ丸ごと入れますね。はい。はい。さすがにね、ここまではしませんよ。砂糖ガンガンで、はい、頑張って混ぜよう。ガンガン。今5杯ぐらい入れましたかね。うん、3つけぐらい。うん、あ、溶けた。じゃあもうちょい入れる？うん。溶けたらもうちょい入れる。まだ飽和量じゃなかったね。この温度じゃ限界を。甘い。はいはい。ミルクセーキの味は完全に、うん、ミルクセーキは長崎が有名なのかな。長崎はよいしょ。いい、今日の天気は雨ですからね。それで佐賀も雨、佐賀も雨で、まず、はい、まずもうこれにドバッと入れて、はい、バットに移してかけるかな、うんうん、まあ、その意味はあるのかわからんけど、漬け込んであっちにやって上からかける、ね、そうそうそう、なんか書いてあった、そうか、あ、そういうふうに、うん、確かにね、これじゃ染み込まんね、まだ、うん、スポンジみたいに、そうね、ねねね、潰したらいいよね、一回気も洗えるんじゃないこれ。お、握ってもらおう。握ったら戻ってくる、握っても、うんうん、戻る、ちょっと待って、あ、でも結構もう知った人は納豆、やっぱ穴開いとるもんね、うん、フランスパンは。マルさ、マルバニラの匂いも美味しそうに思えるの、あんた。よし、よいしょ。お店に売ってんのはフランスパン売ってるっていうか、食パン、食パンのフレンチトースト？あー、ね、あそこのコーヒー屋さんはね、普通のパンやと思う。普通のパンやったことありますよ。これ食パンの語源ってあれ、食用パンなんですね。そうなの。他に何があるのっていう。食用じゃないパンがあるんだね。なんかで調べたら確か食用パンって書いてあった気がする。まあ、唯一思い当たるとしたら、あのデッサンの時に消しゴムがありにこうパンを押すのが、ね、確かにね、確かに確かに、それ以外に食用以外にパンを押したことない。
あ、でもこれギリギリやったね、汁、うん、意外に少ない、うん、てかめっちゃ少ないですね。タカの他人やったパターンかも。全部吸われた、うん、全部吸われた、持ってかれた、持ってかれたね、口の中の水分が、うん、じゃあこれ残りちょっとなんだよね、はい、うん、負けるもん負けれんぐらいの量で、ね、どうしよっかな。こんな見た時にこの汁のなくなっとったらどうしようかな、うん、でもなくなってそうっすよ、ね、可能性あるよね、うん、よし、はい、じゃあ待ちまーす。はい、はい、4、5時間経ちました、はい、ちょっと出してみてください。はい、ちょっと変わっとっけ、なくなっとる、ちょっと変わっとっけ、変わっとる、増やした、おし卵液が、そう、卵液ばね増やした。あのね、なんか汁の使っと、うん、2時間ぐらい経った時に、うん、ひっくり返しに来たんですよ、はいはい、汁気ゼロやったやっぱり全部そういうことで汁気ゼロ、うん、で、これちょっと嫌なと思って同じ分量ぐらいで言ったら単純に倍しました。はい、はい、うわー、で、ね、もうパンパン、うん、もうひったひたでね。あ、こだまさん、ちょっと手袋片っぽしてみて、ちょっと触ってみて、はいはい、ちょっとびっくりつっけ、えっていう、わ、崩れるんだ、うん、これ取り出すのが大変。そう、これ両手でそーっと置かんと。あれやろ、フライパン、フライ返しとかで、フライ返しとかでいったがいいかな、うん、もうね、ひったひた。これはうまい、これはうまいはずよ。で、もうまとめて、はい、もうホットプレートでやるんで、はい、全部弱火でやります。はい、はい、じゃあちょっとホットプレートの方に移動しましょう。はい、はい、それで塗るね。手塗り。なんかもうずっと弱火らしいです。弱火で5時間弱火でなんか蓋して5時間するとなんかホテルとかああいうとこのフレンチトーストみたいになるって、ね、ちょっと多めのバターでやっていきます、うんうん、だいぶ溜まるよこれ、バター玉にができますけど、うん、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ温度も弱火にしておきますね。はい、弱火でじっくりで、どこで聞いたワードやね、どこでも聞くワードかな。ハンターハンター、何何、それは分からんかった全然。じっくり、うん、試験会場に行く時の、はい、焼き方は弱火でじっくりつって行くへどうぞ。なるほどね。よう覚えとったね。ハンターは名前ない。回しか通ってないけど。キリコ？キリコか。マルはあそこで。ですぜ。マルはいいとこ取っとんね。あ、本当だ。黄昏れとんね。あいつなんか王様になった気分にはない。マル。マル。マル。ライオンキング。ライオンキング。グレートデン見たらビビるけどね。マジで。くっそビビっとったけんね。マジバイクから降りらんやと。マイスペース、マイスペース。もうしらーっとしたよし、最後に。はい。はい。お疲れ。それでは、はい、蓋をして、はい、じっくりと焼いていきたいと思います。はい。うん。何分ぐらいだろうね。うん。じっくりっていうぐらいやけんすね。ひっくり返すんですか、これ。途中でひっくり返します。了解です。あ、なんかね、開けてなんか半分ぐらいまで、こうなんか、ボワボワって白く熱入って多分なるじゃん、はいはいはい、そんぐらいでひっくり返します、はいはい、ちょっと見つつね、はい、見つつやります。はい、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、でも煙に出てきよう、うん、10分経ったけどね、10分経った、あ、バターが焦げてる、バターが焦げてんのか、あ、中のボワ、焦げ臭いぞ、焦げ臭いぞ、火が強かったぞ、これでもこれでも火が強かった、ていうかでかくなってる、うん、卵がくっついてる。わあ、これは失敗だ、ちょっと臭いぞ、これは失敗だ、火が強すぎた、あら、火が強すぎた、最悪だ、弱どころか、どれ高温ぐらいでが良かったのかな、高温やっぱこうやろ、ね、焦げ臭かったけん、どうかなと思ったさ、だいぶ前にですか、今さっき、はい、
あと日の当たりどころがやっぱいろいろ違うじゃないですか、こっち側だけ。でもまだ、まあ、まあ、うん、まだ食える範囲かな。上はちょっとシュッて切ったら、シュッて切ったらね、多く切れる包丁で。はい、ほぼ一緒ぐらいに全部綺麗に焦げました。はい、うまいことなんかペロって剥がれそうですね。でも治ったか。ほら、胸しな。元に戻った。元に戻った。このままひっくり返したらまた振り出しに戻る。振り出しに戻るやろ。よし、剥がそう。剥がしに入ります。剥がし入ります。フレンチトーストを作ってこういう光景なかろうね。なかなかね。初めてしよう。うん、初めてしよう。北京ダックみたいなね。あーね、ここを食べるみたいな。タイで食べるみたいなね。時間かかっとっけね、これ、うん、時間かけて作った感じはあったもん。朝からしてますからね。朝からして失敗した。そうだ。だけもあんまり悲しかけ、もう作り直そうかって思った。これほら、もうこっちがいい感じよ、ほら。あー、ほんとだ、ほんとだ。おー、おい、ちょっとこの焦げば、ちょっと食べてみようかな。これもちょっともらおうかな。うん、焦げやね。プリプリしてますね。あ、でもなんか畑くんがつまんでるところは焦げじゃない。不思議。回転焼きぐらいの、うんうん、あ、そう、うん、この焦げ甘い。いや、焦げじゃないよ、全然。あ、そう思うよ。ほんとや。ちょっと美味しかね。バターの焦げた感じのね、うん、え、めっちゃうまいやん。めっちゃうまい。うん、プルプル。本品はもっとうまいやろ。本品めっちゃうまい。食べれるじゃん、うん、この焦げね、うん、うまい。ちょっとアイバー持っていくか。お、粉砂糖ば。出た出た。粉砂糖ば。粉砂糖で隠せば大丈夫だろ。僕が引き出したぞ。これそのホットプレートの上に直接かぶっけ。また焦げるよ。ちゃんとごまかすけんね。俺サムネとちょっと違わんっていうぐらい。こっからよ、腕の見せ所。こ、うん、んだけ綺麗に見せたいけどね。腕の見せ所。失礼な、まあ、ごまかすって思う言うたばって。このちょっと焦げのこういうかとこにこうカーッてして、あら、美味しそうやんねー、パッと見。パッと見。激甘やろね、これ。パッと見、めっちゃ美味しそうやん。こんなとシロップの方がっけんね。そうそうそう。はい、はい、ということで、できました、はい、ごまかしたフレンチトースト。美味しそうよ、でも食べる、食べる。絶対うまい、絶対うまいって。いや、さっき焦げの部分ですら美味しかったけどね。やった、ありがとう。間違いない。ありがとうございます。先生、これ、蜂蜜かけたかよか。あ、まずそのまま行ってもらって、そのまま行ってもらって、ね、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。もともとが甘い。うまい。お、うまい。あ、でも一瞬なんか焦げの香りがした。うまい、うまい。うん、ここや、うん、うん、うまい、うん、ふわふわや。思ったより熱い。あ、これ、あ、めちゃくちゃうまいよ。中にお湯が詰まってる。あ、うまっ。めちゃくちゃうまい。うまい。なんだろうな、これ。プリン系ですね、やっぱりね。ケーキ食ってるみたい。箸でつかめないぐらい、ほんとプルプルだからね。中がね、もうパンというより、うん、で、うん、プリンやん。あの、プリンのあの食感、うん、カスタード、うん、カスタードの表面がカラッとなって、うん、あの、かったいフランスパンがですね。うん、カッチカチャですね、最初。カッチカチのフランスパン。あ、うまっ。よかったよ、焦げとって。うん、ああ、焦げの量はあんまり、全然俺焦げ全くわかんない。めっちゃうまい。めちゃめちゃ美味しくできました。はい、めちゃめちゃうまい。はい、一時はどうなるかと思ったけど。ね、ってことで、あの、はい、高級レストランのようなふわふわなフレンチトースト、意外とできたんで、ぜひともしてみてください。時間はかかるけどね。初めてもっとうまくなる。おお、うん、さらにちょこっとぐらいかけたかも。まだまだ。生クリーム作ればよかったね。うわ、めっちゃかけるそれぐらいでと思う。うまい。もう一度ありがとうございました。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい。